クールキャットは日本の競争場。2021年のフローラステークスを優勝した。場名の意味は素敵な人。母なより連想。6月20日東京の2歳新馬でクリストフルメールを背に2番人気で出走。道中中段追走から直線でインをつくと最後は後方から追い上げてきた。ソングラインに2場審査付けデビュー戦を飾る。その後、 休養を挟んで10月31日のアルテミスステークスに津村明秀とのコンビで挑むが5着に終わった。1月11日のフェアリーステークスではスタートで5手を踏み後方から進めると交渉面でまくり気味に進出し腹を奪うも失速し10着と大敗。続くフラワーカップでは後方追走から追い上げてくるも5着に赤敗する。 4月25日のフローラステークスでは、新馬戦以来となるクリストフルメールとのコンビで出走。好意でレースを進め、直線で鋭く足を伸ばすと最後は、スライリー、ユーバー・レーベンの追撃を振り切り重傷発生波を果たすとともに、オークスへの優先出走権を獲得した。迎えた本番のオークスはルメールが赤い鳥の娘に騎乗するため、竹豊に乗り換わる。レースは、 果敢に逃げたが直線は馬群に飲み込まれ14着に、敗れた。休養をサミみ焼きは、ローズステークスからルメールとの再コンビで出走、後方に控えて、レースを進めるも11着に敗れた。続く、秋華賞は、和田隆二とのコンビとなる。レースは、道中中段追走も馬群に沈み、勝ち馬から3.1秒を離された15着に終わった。 以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。